今回のこのメダルは私たちだけのものじゃなくて、そのみんなの支えてくれた、成長させてくれたみんなで取ったメダルだなというふうに思います。 Team Japan, congratulations. Let me introduce her. Sorry, my Japanese is don't very well, but I will try my best. Yet skip Suzuki Fujisawa. ここまで来るまでに日本のいろんなチームの、2試合をしてもらって成長させてもらって、今回のこのメダルは私たちだけのものじゃなくて、そのみんなの支えてくれた、成長させてくれたみんなで取ったメダルだなというふうに思います。本当にたくさんの人に支えられて、ここまで来れたので、帰ったらみんなに感謝の気持ちと銀メダルを見せに行きたいです。最後の試合はすごく悔しかったんですけれども、誰一人として多分満足はしていないので、私たちはまた今日からここからまた始まるんじゃないかなというふうに思っています。今日負けてはしまったんですけど、すごい、自分にとって、そしてチームにとって、特別なファイナルだったかなと思います。どちらかというと、私は琴美ちゃんと目が合った瞬間の安心感にすごくいつも助けられていて、なんか大丈夫ない？誰も何言ったこと。この大会を通して本当に4人がよく、踏ん張ってくれて、決勝まで来るという本当にすごいことをしてくれたなと思ってます。